こんにちは、速稼塾の久保です。今日は3月13日朝5時5分の相場解説になります。まあ、土曜日なんで今日は相場がね動かなくなるんですけども、まあ、ちょっと1週間の反省を振り返りながらね考えてみながら、プラス来週からの展望をちょっとお話していこうかと思います。まあ、エントリーポイントが今回は週の一番最後に見つかるかどうかっていうところだったんですけども、まあ、見つかりつつ次のエントリーポイントはまだ見つかっていないってところですかね。まあ、この意味分かっている方は金曜日の相場解説朝も夕方も見てくださった方だと思いますけども、それも込みで解説していきます。それでは画面を切り替えていきますんで、ちょっとどうぞ。はい、これがデイリーになってますね。1週間最後のデイリーですけども、垂直のトレンドからこういうふうに来て、ここで跳ね返って上昇が終わったかなってところで、さらに陽線を出してきましたね。この陽線が上の方にぶち抜いていくのか、それともね、まあある程度のところで落ち着いて下がっていくのかっていうところを見ていかなくてはならないんですけども、移動平均線の勢いを見ていくと、まだまだぐんぐんと109円と110円の方向に伸びていきそうかなと思ってます。はい、それで4時間なんですけども、ちょうどね、ソーサートップの逆型をこういう風に包んできて、その後小さなソーサーを作るのかもしれませんね。で、上の方に抜けるっていう形が見えてくるのがここです。見えてきました?移動平均線もぐーっと上に上がる一方、もう完全なトレンドを示してます。上昇が終わるのかなと思ったんですけども、横ばいに入らずにもう上の方に向かってますね。ここは間違いないと思います。次1時間なんですけども、何点か、仮説と違ったところがありますね。それをまずはね、お直ししていきましょうか。まずはディセンディングトライアングルに見えていたっていうことなんですけども、これはまずちょっとね違いましたね。ディセンディングトライアングルにも見えてたんですけども、そうではなくって、こちらの抵抗体とこちらの抵抗体に挟まれたレンジを書いていたんだろうなと思います。そういった仮説が一番しっくりきましたね。で、下にはもう突き抜けずに、今度はねこちらの方を抜いたんですよね。真ん中の抵抗体を抜いて、天井まで突き抜けてここにぶつかって、またここでレンジを作りかけているってことです。で、こちらが一番上の力点になってますからね。こういうふうに振り返ることができるんじゃないかなと思うんですよ。で、これからなんですけども、まあ、いくばくかレンジは続くかもしれませんけども、110円の方向に向かって、一番上の、この抵抗体を突き破るんじゃないかなというふうに思ってます。正しくはね、週が明けてみないとわかんないんですけども、今のところそんな感じですか。上に行く勢いは、ちょっとね、制御されたんですけども、もう一回上の方を突き抜けるような、そんな形になってますね。これがうまくいかなくなったら、この1時間の図で見てわかるように高値圏でのダブルトップなんで、大きく下に行くことが考えられます。ですので上の方に突き抜けなかったらダブルトップという、そういうふうな、ね、視点も持っておかなくてはならないんじゃないかなと思いますね。はい、今回の相場解説はいかがだったでしょうか。来週の月曜日を占うために今回の相場解説やってみたんですけども、上の方にね突き抜ける、まあ、この可能性が高いんですけども、そうならなかったら、ダブルトップと見ることができますんで、大きく下落に行く、この2択で考えていこうかと思います。それでは、週が明けましたら、もう一回、一から検証していきましょう。いってらっしゃい。